日本松市は福島県中通りの北部に位置する市、千ぎこ省に歌われたあだたら山とあぶくま川で知られる。福島県を代表する城下町の一つに数えられ、多くの観光資源を有する。日本松城は福島県内の若松城、白川小峰城と共に日本百名城にも選定されている。その城下で取り行われる日本松町鎮祭りは、 福島県内で行われる神社礼大祭の中でも群を抜く規模と参加者の威厳を肌で感じられる祭りである。二本松市は菊の城下町と称され、日本最大級の菊人形展二本松の菊人形が行われている。市の西方には二本松市のシンボルでもある安達太良山があり、温泉地として竹温泉が知られている。福島県内で合図と並ぶ。 古くからの日本酒酒造メーカーを多く抱えている地域でもあり、市を代表する産業の一つである。東京都心からは2 5 0トル。県庁所在地の福島市から、日本松市はおよそ2 0トル圏内に位置し、経済や文化など様々な面で密接な関係にある。地名の由来は、旅人の目印となった日本の松があったことからと、される。古城 4本症状から2本の松を移植したことからと、する説もある1月1日現在にの市境付近に、あだたら山があり、西部は、あだたら山の裾野が広がり、標高が高く竹温泉や塩沢温泉などが、点在する。東部の市街地付近を阿武熊川が北進する。1975年撮影の日本松市、中心部周辺の空中写真。画像を左下方に、 東北自動車道日本松インターチェンジ。画像中央東西に連なる小さな尾根を挟んで、南側が日本松駅のある本松地区。北側が武田地区。武田地区と東北道に挟まれた小高い山が日本松城である。日本松は小さな尾根を挟んで南北二つの地区から構成された城下町であり、今日も 城下町特有の街路形状が残されている。1975年撮影の10枚を合成作成。国土交通省国土画像情報をもとに作成。足立市所日本松下桁の家具屋外第7種造像主な産業は日本松伝統家具が挙げられる。庭道重の日本松城台改修の際に宮大工が家具や建具を作ったことが起源。 市内武田に家具工芸店が集まり、1996年からは、毎年9月に、日本松家具祭りが開催されている。酒造製造業、預金取扱い金融機関高等学校中学校、小学校並江町が設置する、公立学校図書館日本松駅東日本、旅客鉄道道の駅だけ温泉ドラマ。ありがとうございます。